カリムノス県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する行政区の一つ、ドデカネス諸島のカリムノス島などからなる。ドデカネス諸島の北部に所在するカリムノス島やパトモス島などの島々からなる。県下最大の人口を有するカリムノス島の首輸、カリムノスは、 トルコ領ボドルムの西約 41km、バティの南約 90km、ロドスの西北西約 125km、南エーゲ地方の主婦エルムポリの東南東約 189km、ギリシャの首都アテネの南東約 309km に位置する。ドデカネス諸島の自治体、カリムノス県は以下の自治体から構成される。面積の単位は、京平方メートル、 人口は2001年国勢調査時点。旧ドデカネス県の旧自治体現在のカリムノス県の地域はかつて広域自治体であるドデカネス県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのカリムノス県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号はズと対応している。 旧自治体名欄で印を付したものは木のつた。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。